かつて恐れられてきた怪奇現象や都市伝説は科学的に解明され、人々は幼少期に抱いた謎、不思議への興味を失いつつある。そんな好奇心を取り戻す新オカルトコンテンツ、謎と不思議を取り戻せ、ゆえにラジオ。オカルチは UFO 担当のミミです。オカルチはユーマ担当のタタです。オカルチは心霊スピリチュアル担当のネネです。オカルトアイドルゆえにの私たちが日常に潜む謎や不思議について語り合う番組、ゆえにラジオ第27回が始まりました。はいはい、2022年も1ヶ月半が過ぎた、新年度がね、新年度、そうだったそれはやばい、2月ぐらいになっちゃう新年度が、あ、はい、ねえねえ、500円玉新しいの見た？何それ、え、変わったじゃない、新しいの。そうなの、変わったの、そうなの、お札はまだなのに、なんか丸のなんかさ、ね、めちゃくちゃシンプルになったよね。そうなの、見てない、見てない、シンプルかしら、なんかね、なんか装飾少ない感じする。あ、でもそういう意味ではシンプルかも、なんかね、二重丸みたいになってるの。そうそうそう、二重丸、色が若干違くて、うん、そうなんだ、そう、よく見たらなんか違うんだけれども、パッと見、新500円と旧500円のね、違いがあんまり分かんなくて。旧500円ってさ、じゃあその前のあの銀色の500円は旧旧500円になったってこと？旧じゃない、結構リニューアルするね、うん、500円玉のリニューアル多いね、多い気がする、なんかシンプルじゃない？そう、あ、なんか昔の、でも20丸になってる、昔のに似てない、なのかな、なんか横のギザギザかなんかもあれよね、あ、そう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 、ね、なんかあのなんか少なくなってる、そう、あの斜め線が、斜め線がね、なんかランダムになってるみたい、ランダムっていうか、なんか私はまだ、均等になってないってこと、この今の500円がまだ新500円みたいな感覚だから、ちょっと取り残された気分だよ。おいくつなんですか？あれ、いつもネリさんのポジションになんかね、神社とかにお参りとかするときに、なんか新しい500円玉入れたりしたら縁起がいいんじゃない？確かに綺麗な気持ちで、ほら、あ、でも裏も一緒なんだ、なんか模様は一緒、模様は一緒なんだ、同じなのかしらね、ちょっとなんか新しいせいかリアル感があるけど、あー、楽しみ、確かになんか初代に似てるかもね、ちょっとねっぽいよね、色、はい、色味も、うん、出会ったらラッキーということで、はい、まだそんなに出回ってないの、え、本物見た、本物見た、わー、まだ見てない、お札はまだなんだっていつもなる、確かに、うん、楽しみでございます、楽しみです、ね、はい、行こうか今回もじゃあ、はい、今回はですね、ふつおたを紹介します、はい、大いなる魚ネームオーバーチュアさんからいただきました、ありがとうございます、私は怖い話が好きです、お、好きがゆえに聞いて怖がるよりも、わ、そういう話の展開か、これは面白いなというリアクションになってしまうため、怪談を話す人の眉が引きつっていることがありました、うん、この感じってお三人には分かってもらえますか？めっちゃわかる、めちゃくちゃ怪談聞くから、ただそんな感じするよね、めちゃくちゃ聞く、多分ね、私なかなかいいお客さんだと思う、でもなんか、これ YouTube とかのって本当になんかお話を楽しむ系だけど、うんうん、そのいわゆるなんか怪談バーとかみたいなとこって、うんうん、結構でかい音出したり大きな声出したり、そのちょっとびっくりびっくりさせる系とかの演出を話してさんが入れてくるから、なんか基本的に僕は大きい音が苦手だから、それにびっくりしそう、ボリュームにびっくりする、うわってなる、そう、なるほどね、だから一番叫んだ映画はジュラシックパークの1だから、あー、急にジャンっていう、そう、脅かされるの方が怖いから、怖いよね、びっくりさせる系 ね、私もね、あの後楽園のお化け屋敷で、うん、あの、あー終わったと思って、うん、なんとか出口に出てきた瞬間に最後壁をバンってぶち破って来られるやつで、リアルに腰を抜かしたことが、いや、でそうだよ、一回それってもう違うじゃんってなる、終わったじゃんってなる、そう、そう、怖いの意味が違うじゃんってマジで、ね、立てなくなっちゃってね、助けてもらったスタッフさんに、なんかお台場のさ、うん、なんかあのちっちゃいなんか建物の中にあるやつも、うんうん、なんか
こう行ってらっしゃいして入って、うん、扉をバーンって閉められて、うん、それにうわーってなったから違うじゃんみたいな、そっちじゃないじゃん、そっちじゃないじゃんみたいな、びっくりしちゃった、静かに閉めてって普通にうるさい人への苦情みたいな、まあ、ただでさえね敏感になってるタイプだからね、そうだよね、そうだよね、身内のでかい音が一番怖いんでねねさんは平気、うん、私はね、うん、やっぱね怖い話に対してはちょっとあれなので、うん、なんかできるだけ表情に出さないように頑張る話聞いてる間けど持って帰ってるものは大きいから、あそう帰ってからの方が怖いじゃん、帰ってからの方がしんどいっていうのがあるわよ ね、 そうだよね、払ってから帰らないとね、本当だよ、あお前何がいいってなんか食べて帰るといいってメグさんが言ってなかった、そう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 言ってたわ ね、 ね、うん、酒飲んで帰るわ、酒なんかわかんないけどさ、なんかさこのスタジオの辺とかカレー屋さん多いじゃん、なんかカレーって聞きそうじゃない確かになんかスパイスだから聞きそうじゃない、スパイスってでもなんかそういうなんていうの魔除け的な感じの、ね、ありそうじゃない、だからカレー食べて帰ろう、そうしよっか、カレー食ってビール飲んで終わっちゃったはい、ということでオカルティックなお便りありがとうございました。番組ではあなたからのお便りを募集しています。私たちへの質問、あなたが経験した超常現象、日常生活でたまに起こる原因のわからないことなどお待ちしております。メールアドレスはゆえにアットマークセイグラドットコムです。いろんな情報はゆえにの公式ツイッターをチェックしてくださいね。今回はこれで終了。お相手は UFO 担当のミミとユーマ担当のタタと心霊スピリチュアル担当のネネでした。次回も謎と不思議を取り戻せ。僕はニール渋谷の鎮火丸9億正体はあなたしか未確認、近くに